山2丁目にある都営住宅。戸山ハイツ当地は、江戸時代までは、尾張徳川家の下屋敷で、戸山山荘と呼ばれていた庭園もあった。明治時代に入り、陸軍の各種学校になり、第二次世界大戦中に、都市計画公園としての計画が決定していたが、戦後 GHQ の提唱により戦後の住宅難の問題を解消すべく、当地に都市計画公園計画されていた 246,922.5 平方メートルのうち、4割にあたる 109,520 平方メートルに越冬を旧住宅が建設されることになった。戸山公園に囲まれるように1号地から8号地に分けられ木造平屋建て1052戸が建設され、道路や店舗、公共施設が整備された。1948年に入居の申し込み受付が開始。募集約1000戸に対して 34,999 件の申し込みがあり、倍率は約35倍の狭き門だった。都内における集合住宅の先駆け的存在であった。1960年代以降になると、防災、耐火性の観点から、中高層住宅への建て替えの必要性が認識されるようになり、1960年には1800戸の中層住宅にする案が出されたが、住民との意見の相違や住宅需要の増加により1970年には33棟 3,354 戸の大規模な高層マンション群にする計画に変更された。1968年から1976年にかけて順次高層マンション化された。周りの公共施設やスーパーマーケットなども拡充されていった。どの都営住宅にも言えることだが、戸山ハイツも居住者の高齢化率、単身世帯率が高い。居住者の約半数が50年近くあたり団地に住んでおり、建て替え前の平屋住宅時代からの居住者も約1割いる。高齢者のいる世帯が約6割もあり、高齢者の単身、夫婦のみ、世帯も合わせて全体の約4割に上る。また、戸山ハイツ自体も建設から50年程度経過しており、建物自体の老朽化が指摘されている。1978年、戸山ハイツで自家用車のガラスが次々と割られる事件が発生。犯人は近所の自動車、ガラス会社の経営者で、ガラスの売り上げを伸ばす目的で行われたものであった。その後、戸山ハイツの駐車場を管理する住民組合の役員が犯人の家族を脅迫、役員2人が逮捕される事件も生じた。ありがとうございます。